はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4レジスタンス DLC アメリカ軍プレイの続きをやっていきたいと思います。でここまでですね、帝国海軍の前に、まあ、苦戦中という中ではあるんですけども、まあ、なんとかねこれを切り抜けて、逆転をねしっかりしていきたいというふうに思っています。で今回はですね、まず最初に帝国海軍にね、しっかり戦いを挑んでいかなきゃいけないという状況なんですが、前回の海戦で、まあ、太平洋艦隊がですね、いずれも損傷しているという状況なので、まずこれのね、回復ということで、今、ドックに、太平洋艦隊すべての船体が入っているという状態です。なので、まあ、これの回復が一つというのと、あとはですね、まあ、日本軍の資源のね、回収値を、まあ、根絶するという意味から、そのね、主要な地点になっている東南アジア、これのね、解放を行っていきたいというふうに思っています。で、手始めにフィリピンから、サイゴン、ベトナムですね、ここへの強襲上陸を今準備しているという状況になっています。で、あと国家方針なんですが、もうそろそろね、欲しいものは入り尽くしたというところあるので、今回はですね、継続方針の中から建設工学、これを入れて、それぞれ 10% ないし 20% の建設スピードのボーナスですね。これを得ておきたいと思っています。で、建設の方はですね、欲しい陸軍の装備の軍事工場、それに造船所という順番で入れてあります。では、時間を進めていきましょう。まずはね、ベトナムにきっちり強襲上陸をかけるというところですかね。あとはですね、タイの方に親善を入れています。関係の改善ですね。まあ、タイが、帝国側に疲れても厄介ですからね。で、軍事工場が早速上がってきた。補充が足りてないな。支援装備を入れましょう。あとは、作れてないモデル。としては戦闘機と、あとは偵察機が作れていないという情報上がってきてますけど、これはね、艦上タイプのもので保管しましょう。では、時間を進めていきましょう。まあ、このあたり航空機の数を少し増強していった方がいいのかなっていう感じがするな。ここも帝国入ってますもんね。三空母、蒼龍、昇格、飛龍。このあたりをね、確実に進められるとでかいので、沖縄に、大艦攻撃機、近接航空支援じゃない対艦攻撃機、これを88機増強しよう。ここにエースも投入したいけどな。いや、エースをここで投入する。で、しっかりと敵を倒してもらおう。敵のね、海軍をこういう時に削っておければいいかなと思います。で、そうなってくると対艦攻撃機もっともっと数が欲しいよねとなるので、対艦攻撃機の方に工場の割り当てを増やしましょう。何が削れるかだな。陸軍の装備1個削ってでも対艦攻撃機を作りましょうか。艦上攻撃機、これで敵のね、海軍をジャイアントキリング、仕留めていくというところですかね。で、海軍の方は巡洋艦でしょ？今ね、せっかくなんで見てます。で、あと戦艦、空母、駆逐艦が欲しいかな。駆逐艦が全然上がってこないもんね、これだと。巡洋艦船体のみっていう形になってしまってるので、ここに駆逐艦をちょっと投入しておきましょう。駆逐艦も船体がでも2なんだな。そしたら2のモデルを作っておきましょう。ここでちょっと駆逐艦をね、設計していきます。
はい。そしたらですね、ちょっと魚雷特化型の駆逐艦ということで、魚雷をね、発射艦3機、備えた駆逐艦を設計しましたので、この駆逐艦を投入して、敵のね、艦隊と大海戦に至った際には、前衛、さらには中衛に至る巡洋艦、戦艦。で、あわよくば敵の空母に魚雷をぶち込んでいきましょう。これを生産のラインに載せます。で、それでもちょっと足りていないのが、海軍の工場だね。海軍の工場に関して言うと、修理中はどうしても足りなくなるな。巡洋艦を減らそう。巡洋艦を減らしてでも駆逐艦を投入する。これでいきます。戦艦が上がってくるのがだいぶ先になるな。次の戦艦と空母とちょっとにらめっこする必要があるのかな。まあ、空母ヨークタウン海に関して言えばまだまだ先、42年の9月、10月ということなので、まあ、約1年後ですね。今が41年の8月なので、約1年後にならないと上がってこないというところなので、まあ、一旦このまま行きましょう。で、駆逐艦の補充は今後、魚雷特化型の駆逐艦が補充されていくという算段ですね。で、何はともあれ、敵の海軍を我々がね、今、耐えている間に、なんとか少しの戦力を削っておくというところですね。ここにいるのがおそらく敵の主力艦隊。ちょっと今ね、すぐ対応できるという状況ではないです。では、時間を進めます。対艦攻撃機を沖縄に増やしたことで、今までちょっと劣勢だった霰弾襲撃戦がですね、少しずつ戦果を上げつつありますね。ここでも、山本五十六さん配下の船体に対して、駆逐艦に潜水位置を撃沈してますというところですね。まあもちろんね、戦果が上げられていないケースというのも多々あるんですけど、それなりに戦果が上がってきているかなと。いう感じがします。なので、これはこのまま継続します。むしろ増やしたいぐらい。ただ、さすがにモデルを増やしていないので、工場をね、大増強していないので、ご覧のようにちょっと数としては足りてないかな。まあ、ここは我慢しましょう。そしたら今ですね、爆撃機、台湾の方から中国本土の方に向けていた、爆撃機ですね、これを日本本土の方に200機切り替えました。なので、200機体制で日本本土を大爆撃するという作戦ですね。これでしっかり、日本のね、工場を叩いていくという動きになります。戦果がね、出てくれればいいかなと。いうふうに思います。まあ、200機の爆撃機だからね、数はそれなりに揃えられたのかなと思ってます。で、あとは敵海軍をいかに削れておくかですね。味方のね、海軍が戦線に復帰してくる、太平洋艦隊が復帰してくるのはもうちょっと先になりそうです。今ご覧いただいているのが、第一太平洋艦隊のね、修理状況なんですけど、まあ、ざっと見てもまあ70%程度というところですね、まだ。よし、敵の従順仕留めたね。クルーザー、駆逐艦、潜水艦で敵の従順を仕留めてます。
まあ、本当にちょっとずつちょっとずつですけど、確実に戦力を増やしたことによって敵のね艦隊を削っていけてるのかなという感じがしますね。このままこれは削っていきましょう。大西洋艦隊はもう壊滅したと言ってもいいな、残念ですけどね。ではまた時間を進めていきます。これは那覇の戦い、那覇海戦か。ちょっと見れてないうちに海戦が行われてましたね。敵の方はクルーザー、まあ、ケージョン1隻、駆逐艦をこれ22隻撃沈しています。で、敵の方は総理昇格。これが残ってるな。味方の方は、うん。空母にダメージはなし。どの船体が出たんだ？ワスプが入ってたよね。なのでちょっと、こっちで見ましょうか。ワスプが入っていたのは、第三船体ですね。第三船体が、敵の艦隊と戦ったという状況。これですね。第三戦隊。ここで駆逐艦を6失ってるわけだな。駆逐艦6に対して敵はクルーザーと駆逐艦22隻。まあ、ケージュンと駆逐艦22隻沈めてるので、まあ勝利と言えるな。まあ、ただ、できればやっぱり敵のね、空母、戦艦。このあたりが沈められたらなおよしというところでしたかね。はい。まあ、ただ、確実にね、勝ちに向かってきているなという感じがする。風が変わりましたね。では時間を進めます。今、ちょうど、情報機関を使って帝国の状況を確認してるんですけども、タイと同盟、シャムというのはタイですね。タイと同盟が進んでますね。国家方針。タイと同盟されると厄介だな。どうするか。あとは、敵のね、情報の探りを、入れている状況ですが、タイと同盟されると非常に厄介だな。改めてちょっと戦争を見直しておくと、大東亜共栄圏の方にタイが入るということになれば、イギリス領インドからタイに攻め込むことは可能。
ということだな。なのでタイに入っておくには、まあ、やっぱりシンガポールとビルマ、このあたりに陸軍を進めておくというのは一つの手かもしれませんね。ちょっと視野のしどころかなと思います。で、あとは帝国海軍のね、情報確認を入れておきます。さらに今であれば政府の刷新という意味で空軍の長官入れましょう。3人いる空軍改革、経験値獲得 10% か。カール・スファーツさん入れると夜間の作戦ペナルティがマイナス 20%、ジョージ・ケニーさんだと航空事故の確率がマイナス 10% で、チャールズ・リンドバーグさんだと経験値獲得、ただしこれは訓練ですね。あとは燃料使用量が下がります。まあ、これだったら夜間作戦一択だな。では暗号解読も入れちゃいましょう。ではまた時間を進めていきます。ここでね、まあ恐れていたというか、まあある意味情報を確認したところの情報通りということになりますが、タイが大東亜共栄圏、つまり日本側についたという条件になりましたね。そうか。ではタイへの侵攻というのをね、ちょっとやっていかなきゃいけないのかなと思います。ではまた時間を進めていきます。ではね、ちょっといい時間になってきましたので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。まずね、沖縄の方に、今回はね、爆撃機を大増強したのというのと、あと対艦攻撃機もね、大増強かけて、この海域でね、敵の海軍を少しずつ削っていくと、さらに輸送船団も襲っていくということをやっています。まあ、バトニュースとしてはね、タイがね、帝国の方に着いたと。という状況なんですが、まあ、ここは、イギリス軍に任せておけば大丈夫かなというのが、今の戦局になっています。というわけでね、じゃあ今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。